そりゃそうよ。初日から遅刻してくる事務員にみんな興味あるもの。今朝の朝礼で学長のありがたいお話があったもの。今日から新しい事務の人が来る予定ですが、まだ来ていませんってね。まゆちゃん、あのね、昨日また会ったの、あの人に。あの人って例の千里の王子様？そんな、王子様だなんて、うん。ごちそうさま。今度はちゃんと声かけたの？チエリのことだからきっとダメだったんでしょう。うん、やっぱり。キャッ！チエリ！チエリ！しっかりして！事務室の隣よ。どうしたのかしら。あ、気がついた。チエリ？チエリ？大丈夫？マユちゃん、私貧血で倒れたのよ。びっくりしたわ。この人が運んでくれたの。ほら、朝礼で言ってた新しい事務の人。知り合いだったの？あ、もしかしてチエリ、そうなの？なんでもない、こっちの話。私、授業始まっちゃうから、もう行くわね。私も。チエリはまだ寝てなさい。せっかくなんだし。工作ですか？
別に当たり前のことですから。はい、特に。寄付金ですか？うちはみんなと同じで毎年決まった額を払ってるだけです。はい。学生ですから多少の我慢は仕方ないと思います。しました？そんなにいませんよ。私の学年に限って言うと、中学から入ってきた人が1人、高校からが2人で、高等部全体でも10人はいません。さあ、それは分かりませんけど、でもみんなすごいお金持ちの子ばかりですよ。まゆちゃんはすごいんです。勉強もスポーツも何でもできるし、綺麗だし優しいし、それに行動力があって堂々としてて、しっかりとした自分の考えを持ってるんです。そうですか。まゆちゃんは私の理想なんです。まゆちゃんのご両親は仕事でずっと海外に行ってるんです。だからまゆちゃんが辛い思いをしないようにって、エリス女学館にたくさん寄付をしているんです。ええ、でもまゆちゃんエコひいきされるのをとても嫌がってて、本当なら勉強しなくても成績とか良くしてもらえるはずなのに、ちゃんと勉強していい成績を取ってるんです。ええ、スポーツも万能なんですよ。あら、あなたどなた？ああ、あなたが探偵の。あら、広川さん、どうなさったの？そうなの。大丈夫？変なことされなかった？冗談よ、冗談。クロスさん、ちょっとお話いいかしら？あの、私もう平気ですから。あなたはまだ寝てらっしゃい。授業は午後から出るといいわ。先生にはちゃんと言っといてあげるから。はい。申し遅れました。私、松木安子と申します。で、どこまで進んでらっしゃるの？そうさよ、そうさ。例の脅迫状のこと調べてるんでしょ？
私ね、生徒からは名探偵保健室のお姉さんって呼ばれてますの。何かおっしゃいました？今までも数々の難事件を解決してきてるんですの。ですからね、勝負しませんこと？あなたと私のどちらが先に犯人を見つけることができるか勝負いたしましょう。そう、保健室のお姉さんが勝つか事務室のお兄さんが勝つか勝負するの。何のためって、面白いからよ。まあ、人の話は最後までお聞きなさい。あの脅迫状が来てから私なりに調査をしたことがあるの。かなりいろいろなことが分かったわ。それをあなたに教えましょう。それでいかがかしら。あなたにも悪い話じゃないはずよ。そういうこと。それはずるいわ。私は犯人じゃありません。そうね。でもだったら私の知っていることもお教えできませんわよ。わかりました。いいでしょう。この松木安子、正々堂々と勝負いたします。
We'll be right back.